はい、今回紹介するのはね、バウンサーです。バウンサーっていうのかな、赤ん坊を寝かす場所、普段ね、あの布団に寝かせてるんだけれど、寝かせてたんですけれども、やっぱりね、まあ家事をしてる最中とか、まあ、あのテレビを見てる最中とか、まあ、普段あの赤ん坊を、座らせておく場所っていうのが必要だろうなと思って、まあいろいろ見に行ってました。あの最初はなんだろうの、三角形っていうかね、まあ簡単な作りをしてて、あの布のところで、赤ん坊を座らせて、まあ赤ん坊が揺れるのと同時に一緒に揺れるタイプ、あれにしようと思ったんですけれども、まああれはあのそんなに長いこと使えないんじゃないかと思って、まあ、他のを探してみて、結局、このタイプを選んでみました。で、実際座らせてみると、最初の時はね、やっぱりなんだ、すごく体が小さかったんで、余るぐらいだったんですけれども、まあ、育つに従ってだんだんと狭くなってきました。うん、こんな感じで。で、実際、10ヶ月になった現在、どうしてるかというとですね、はい、今ではもう完全に座れなくなっております。結構長いこと使えると思ったんだけど、10ヶ月になっちゃうともうバウンサーには座れないですね。結局どのタイプでも良かったかもしれないと思うバウンサーでございました。はい、もしよろしければですね、あのチャンネル登録よろしくお願いします。お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた。